決まったようだね。君の今後のプロデュースでその楽曲が生かされることを期待しているよ。さて、だいぶ遅くなってしまったことだし、今日は君ももう上がるといい。来週から気分も新たに頑張ってくれたまえ。それじゃお先に失礼するよ。新シーズンにふさわしいいい朝だね。では新たな目標を発表しよう。うん、いい返事だ。では行ってみよう。今シーズンの目標はこれだ。君の活躍に期待しているよ。あっと、いかんいかん、もう一つ大事な要件を忘れるところだった。実は君の力を見込んで、今週からもう一人君にアイドルを担当してもらおうと思う。ああ、君ならば可能だろうと思ってね。いろいろ大変だとは思うが、よろしく頼むよ。では早速、新たにアイドルを一人選んでくれたまえ。なりたいとは思ってますけど。お眼鏡にかなったと。その眼鏡曇ってないといいですけど。ってそんな適当な。どうせなら安心できるハッタリくらい言ってくださいよ。痛いところをつきますね。もちろん私だってなりたいとは思ってますけど。お眼鏡に。なったと。そのメガネ曇ってないといいですけど。
まあそうですよね。未来がどうなるかなんて誰にも見通せないんだし。わかりました。もともと人手不足で始めたアイドル家業でしたけど、そこまで言うなら私も覚悟を決めます。トップアイドル目指して頑張りますよ。ええ、頑張りますとも。いよいよ逃げ場がなくなったかな。こうなったら前に進むしか。いやいやいや、なんでもありませんよ。秋月リスコくんか。元はジムで入った子なのだが、君も私と同様彼女の中に輝きを見出したようだね。では正式に彼女のプロデュースを頼むとしよう。早速今週から活動を開始してくれたまえ。はいはい、どうかしましたか？私をプロデュース？どうしてまた？不満じゃないですけど、私に構う暇があったら他の子を優先してほしいっていうか、そもそも私がトップアイドルになれるって本気で思ってます？まあ現実問題としていろいろあるじゃないですか。う、痛いところをつきますね。もちろん私だってなりたいとは思ってますけど。メガネにかなったと。そのメガネ曇ってないといいですけど。そうきますか。言ってくれるな。もうわかりました。もともと人手不足で始めたアイドル家業でしたけど、そこまで言うなら私も覚悟を決めます。トップアイドル目指して頑張りますよ。ええ、頑張りますとも。いよいよ逃げ場がなくなったかな。こうなったら前に進むしか。いやいやいや、なんでもありませんよ。最初はただ散歩してたんですけど、ボランティア活動をしてる子供たちに出会って、で気づいたら私もお手伝いしちゃってました。いや少し疲れました。花壇を整えたりとか園内のお掃除です。子供たちは休む間もなく介護施設で演劇をするそうです。の子供たちみんな純粋無垢で、私すっかり心が洗われました。
のは一切ありませんでした。テレビで時々お姉ちゃん見てるよ、応援してるねぐらいです。それにしても思いもかけなかったことですが、すごく気持ちのいい汗をかきました。あの子供たちのひたむきな気持ちが街の片隅からどこまでも広がっていけばいいのにって思います。私もアイドル業という形でみんな笑顔で過ごせる世界を築く助けを少しでもしたいです。本当にって嫌だな、私ったら柄にもなく何を語っちゃってるんでしょうね。あのプロデューサー、私そこまでおかしなこと言っちゃいましたか？ついていきますから。元気にやってきます。頑張れよ。吉報を待っていますね。
んとついていきますから。元気にやってきます。いってらっしゃいませ。お土産買ってきてね。アイドル諸君は皆生き生きと活動しているようだね。これも彼あってのことかな。そうですね。それも社長のご指導の賜物じゃないですか。いやいや、もっぱら彼の才能と手腕によるものだ。彼とアイドル諸君の今後が実に楽しみだね。はい、私も応援のしがいがあります。私はデザートを食べて疲れた脳に栄養をあげようとしていただけです。私だって普通に一人の女の子としてデザートが食べたくなる時ぐらいありますって。
とはいえ甘いものにこだわりがあるわけじゃなく、スイーツショップ巡りが趣味なわけでもないですけど、お菓子スイーツ大好きですと可愛く言えたらもっとファンやお仕事が増えたりするんでしょうかね。私にしかない個性、そして魅力ですか。ありがとうございます、プロデューサー。心強い言葉に感謝です。友達にメールを打っていたんです。ええ、ともみったらひどいんですよ。お互い抜け駆けはやめようって約束していたのに、それが卒業したらさっさと結婚しちゃって、最近はのろけ話ばっかりなんです。プロデューサーさん、ひょっとして友達がいないんじゃ。そうですよね。考えてみればナムコプロは女の子ばかりの職場ですし、プロデューサーさんが心を許せる友達っていませんよね。ごめんなさい、今まで気づかなくて。ずっと寂しかったですよね。お仕事抜きでも私を認めてくれてるってことですよね。なんだかとっても嬉しいです。私もプロデューサーさんともっと仲良くなりたいです。